言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。朝なのでラジオ配信で失礼しますけれども、ナンバーアイの話になります。 NHK ミュージックエクスポという番組が22日に放送されますが、こちらの方は観覧席といいますか、観覧をしに行ったお客様がいらっしゃったということで、ナンバーアイも出るので、当然アイリーズもそちらにたくさんいらっしゃったということになります。で、こちらですけども、ナンバーアイの他に、ウェイビー、XG、ライズ、ルセラフィムなどがいてですね、まあ、そういう感じでした。こう見ると、K-POP 中心、K-POP 中心と言ったけど、XG はね、日本人だからね、K-POP の方でのイメージ強いですけど、ルセラフィムもね、もともと AKB にもいた宮脇さくらさんだったりとかいらっしゃったりするしね、まあ結構そういう感じでやっているということで、ライズもね、ウェイビーもね、非常にかっこいいグループでありまして、はい、っていうことですけども、まあそんな感じですね。で、レポートを行った方のね、いろんなものが上がっていますし、まあ、とにかく3人が話題であるということと、それから他の担当、つまり他のグループのファンの皆さんにも非常に評判が良かったっていうところがあるようでございます。すごいなと思います。で、まあこちらに関してアイリーズさすがだなと思いましたし、他のグループの方々に関してもすごいなと思いましたが、ネタバレはね、NHK ミュージックの方で収録内容はネタバレ NG ですがっていう風に書いてあって、あと展示ブースは撮影&投稿 OK みたいな感じであるので、そちらはね、展示ブースの方は上がってると思いますが、収録内容については皆さんちゃんとルールを守っているなっていうところで、で、アイリーズやっぱり SNS 強いなって思ったのが、 NHK ミュージックエキスポでハッシュタグで、ツイッターで私も見たんですよね、アイリーズの方々の投稿むちゃくちゃ多くて、それだけ観覧にもたくさん行ったんだと思うし、 NHK 側としてもそれだけナンバーアイのファンの方来てくれるんだったらっていう感じになってくれると思いますから、非常に良かったんじゃないでしょうかっていうことで、MC の山ちゃんもすごい良かったっていう感じのところもありつつだし、非常に良かったみたいです。つまりナンバーアイの3人がさすがのキャリアだなっていうところと、さすがの気遣いだなっていうところだったようでございました。で、 NHK すごくやってくださった、よくやってくださったみたいな感じで書いてる方もいますし、まあ、とにかくそんな感じですね。で、つまりですね、ナンバーアイがとにかく控えめに言ってとにかくすごかったっていう話と、で、とにかく感性がむちゃくちゃすごかった、やばかったって話ですね。地鳴りのような感性っていう、そういう言葉がたくさん出ていますので、もしかしたら地鳴りのような感性っていう言葉、皆さんから結構出てるので、司会の山ちゃんとかが言った可能性とかあるのかなって気はしますけどね、とにかく、しかもね、会場一体となって全部の出演者盛り上げていたっていうところの部分もあったようで、空気作りとかも非常にね、空気感とかも良かったんじゃないかなっていう気がしますね。で、とにかく他のグループもいる中でのすごい感性っていうことで、でも K-POP とか中心だと K-POP 関連ってすごいね、感性むちゃくちゃすごいんですよ。でもおそらくですけど、この感じだとナンバーアイへの感性がそれに負けてないどころか、なんとなく感覚的には超えていたんじゃないかなって気がするぐらいな、そういうことみたいですよ。それから XG のファンの男性の方とかが、もうナンバーアイめっちゃ可愛いみたいな感じとか、そんな風に言ってたとか、かっこいいみたいな感じとか言ってたりとか、この3人のファンになる気持ちわかるわみたいな感じで言っていたみたいで、それもすごいことだなという風に思いますね。で、内容はね、私ももちろん知らないし、当たり前ですよね。皆さんがネタバレを現金でやってくれているのでね、ありがたいですね。はい。といったもののね、私は今のところネタバレ見てないですけど、時間帯もまだ6時13分で早いのでね、多分大丈夫ですけど、もしかしたらルールとかあれでネタバレしちゃう人が出てこないとも限らないから大丈夫とは思うんですがね、一応ね、そのナンバーアイのそれを見るときにネタバレ嫌な人はお気をつけください。一応私のこの動画では今ちょっとね、いろいろデータ見ながらやってるんですけど、ネタバレしてる人は一人もいませんから、
だからそのことは言いませんからね、言えませんからむしろ大丈夫ですからね。はい。それからとにかくパフォーマンスはぶちかましていたというとこですが、何を歌ったんでしょうね。まあ普通に考えて新しい曲、アルバムの曲なんでしょうけどね。まあその辺はね、もちろん皆さん言ってませんから大丈夫です。で、パフォーマンスはぶちかましまくったんですけど、話をするとき、トークのときは可愛いっていうところだったりするし、パフォーマンスだと圧倒的なものを見せるけど、トークになると、気の良い可愛いお兄さんたちみたいな感じだっていうところと、あ、この方のレポ面白いですけどね、アンチなんて気にならなくなるわ、つってね、そんな感じです。まあ、アンチなんとね、もともと気にせんでもいいんですが、人間の心理としてそうもいかない場合もある。そういう時はね、気になっちゃったこと自体はね、それは人間の本能ですからね、それはいいんですよ。私だって気になることありますからね。はい。そうなったらね、あ、でも気にせんでええわ、つってな。うん。知らんから、つって、それでいいんですよ。今、エセ関西弁にしたのは、これデータがあって、これ、堂本剛君が言ってたんですけどね、関西人じゃない人でも、知らんかなっていうことによって、自分の中のメンタル回復できるっていうのを発見してたらしいんでね。はい、そんなことも言ってましたよ。はい。で、岸君が喋ると、笑いの神が降りるっていうのは相変わらずみたいな感じのところもあったようでして、それもあったし、それからトーク中のナンバーアイがギュッとね、3人で固まってて可愛かったっていう話だったりとか、そう、トークの時もそうだし、盛り上げたみたいというか、そうみたいですよ。盛り上げた。そう、盛り上げた。これね、結構重要みたいで、つまり K-POP グループもいたんですよ。ライズだったりね、ウェイビーだったりとか。で、要するに韓国の人だから、日本語でね、喋ってくれてるわけですよ。NHK ですからね。でも、多分放送とかではカットされるんでしょうけど、ライズとかが、頑張って日本語をひねり出してる時に、やっぱりどうしてもね、ちょっと間が空いちゃう、できちゃうらしいんですけど、その時にナンバーアイの3人が、そういう間とかを全部笑いに変えたりとかしてて、それが本当に感動したっていうとこで、だからその K-POP グループのファンの皆さんからありがとうだよみたいな感じで言ってくれていますし、なんかそういうところも感謝されていて、おーって思いました。なるほどっていう、こういうところで他のグループの方がナンバーアイに感謝するっていうか、そういうパターンもあるんだなっていう気がしますし、これはそのね、ナンバーアイもそうだけど、自分の推しグルの BE:FIRST もそういうのがあれば、そういうのやってほしいなと思ったり、まあやってるような気もしなくもないけど、わかんないですけどね。まあとにかくナンバーアイさすがだなと思いました。結局もともとあれなんでしょうね、そういうジュニアの時代から前の事務所のいろんなそのバラエティとか、そういったテレビとか現場とか舞台とか生のね、そういう現場で鍛えられていたっていうところが、こういうところで自然と出ているんだなっていうところもあるわけですし、それによってね、他のグループの方からも感謝をされるっていうことじゃないですか。ってことは、まあね、アイリーズの皆さんも私もいろいろとね知ってますので、ティアラ時代とかに、むしろその前とかにもいろいろと思いがある人もたくさんいらっしゃるというのはね知っていますけども、まあそういったところはね全部置いといても、パフォーマンスとか経験値として前の事務所で培ってきたもの、経験してきたものっていうのは全部無駄になっていないんだなっていうところがあって、そこは非常にありがたいことですよね。まあ本当にだってデビュー前からいろんな経験させていただいてるっていうのは素晴らしいことだというのは思いますね。まあ例の件に関してはここで語る気はないですし、ただそことは別個でやっぱりすごく意味のあることだったんだと思いますよね。はい、っていうことですね。うん。で、なんかね、彼氏さんと一緒に行った方とかのレポートもあって、で、初めて生でその自分の推しを見せることができて、で、鳥肌立った後がかっこいいわって言ってたのが嬉しかったみたいな、男性も魅了するっていうところでね、ありますね。私も結局その男性であって、男子グループとかね、好きな人間ではあるから、そう、実際結構ね、そういう風に、先入観持ってる男っていうか、男性は特に先入観持ってる人も多いですけど、実際見てみるとね、そういう風になるっていうのはあるのでね、そこっていうところはいろんな人が分かってくれるといいなと思ったりしますし、この彼氏さんもおそらく若い方だけど、その若い時に分かるっていうのも非常に良いですね。はい、っていう感じです。で、そうですね、おそらくロッキンジャパンだったりとか、サマーソニックナンバーインね、まあロッキンジャパンに関しては何しろね、あ、ロッキンジャパン今日じゃん、
あれなんですけど、その BE:FIRST の時なんかもそうですが、やっぱりね、男性ファンとかでもロックファンとかでも現場のね、それ見るとね、男性でもハマるっすよ。だから当然ナンバーアイにもハマってくれると思いますんでね、ロッキーも行かれる方はお気をつけくださいと言いますか、お楽しみください。あ、お気をつけくださいもそうだな。あの37度らしいんで、最高気温ちょっとさっき見たんですけど、やばすぎるなと思って、自分が行った BE:FIRST が出た3日の日は言うて36度だったんでね、まあ言うてって言ったけど、36も37もやばいのは変わんないよね。でも37度はでもあれか、体温超えてんだな、平均体温。まあ人によるけど、やばいですね。いや本当に熱中症お気をつけくださいね。ロッキンジャパン本当に会場、ソガの会場日陰ないんで、ほとんどは、うん、あのそんな感じです。まあまあまあ、ナンバーアイの3人も気をつけてほしいな、本当に。NHK いて、で、ロッキン出て、その後、2B のイベントだもんね。やば。うん。やばいけど、本当に、そうですね。いやいや、まあそんな感じです。うん。で、他にもいろいろレポート上がってまして、もう、やっぱ勝ったーみたいな感じで言ってる人、めちゃくちゃ絵文字いっぱい使ってる人で、もう、想像をはるかに超える内容みたいな感じで、もう、満足度 500% みたいな、思いが強いなと思います。で、あ、この方は先ほどのそのライズとかね、あの K-POP アーティストの時のあれで、他のアーティストさんとの絡みの時も仕事がすごいで、仕事的なことしてて、どこまでも配慮の鬼みたいな、これ神宮寺くんのファンの方ですかね、そういう形もありまして、で、ハゲるギリギリまで手を振ってくれるみたいなところとかね、それから公害禁止、ね、ネタバレ禁止だから話せないけど、ある意味全て知らない状態で見た方が意外性や楽しさを感じられると思うっていうね。つまり知らない状態で見た方が意外性とか楽しさっていうもの、意外性というのがあるようで、これもすごいですね。NHK よくやってくださったっていうところと、特にメンズ3組のファンの皆さんは期待してていいと思うって、3組ってことはつまりライズとウェイビーも含めたナンバーアイもかな、全部放送されればだって、まあそうですよねっていうことでございますね。それから、まあ、とにかくそういう感じでいろいろと語ってくれていますけれども、あの平野くんが景色見てる顔が可愛すぎるみたいな感じの話もあったりとか、なんか本当にいろんな交流もあったみたいで、観覧が終わってからなんかこう、撮っていいところで写真とか撮っていた時に、ウェイビーのファンの方に、あの翔くん可愛いですねって声かけてもらったみたいな、そういう交流もあった人もいるようだし、ニコニコしながらお家帰りましたとかあったし、本当にかっこよくて可愛くてこの世で良いってされてるものを全部詰め込んだ輝きだったみたいなこととか、最初はなんかナンバーアイのペンライト少ないかなって思ったけど、パフォーマンスの時には会場全体がアイリーズだったみたいな感じとか、まあ要するに他のグループのファンの方もいっぱいいるし、おそらくですけど全部のファンの方たちを均等に呼んでるんじゃないかなって気がちょっとしなくもないので、おそらくはですけど、そうなってくるとね、まあそうなるかもだけど、でも結果的に会場をめちゃくちゃ盛り上げていたっていうところみたいだし、そういうところも全部彼らの実力と人格と空気作りっていうところのうまさっていうところ、その他で全ての要素が合わさった状態でのそれだったんだろうなっていうところでね、いや、いいですね。そういうのを聞くと私も嬉しくなりますよ。これ聞いて嬉しくなるっていうことだから、私もね、 BE:FIRST 推しのベスティーですが、もうアイリズでもあるんだなっていうところを改めて思ったりしますね。はい、まあ確かにあのナンバーアイの3人にも非常にいつも元気や笑いをもらってますから、それは間違いがないでしょうね。はい、そういうこともちょっと思いました。はい、楽しみです。私もこの番組見るのがね、そんなのもありますね。まあとにかく3人ともむちゃくちゃすごい良かったというところで、いろんな言葉が上がっております。鳥肌立ちまくりみたいな感じとかね、っていうことで、はい、私も放送がとても楽しみになりました。ということでね、あの今セミが鳴いておりますので、入ったら申し訳ございませんが、はい、とにかくそんな感じで、うん、神宮寺くんが色気がむちゃくちゃすごかった、岸くんはもうただただ可愛かった、翔くんはバチイケだったみたいな感じで、そういうのもありました。はい、で MC の山ちゃんも助けてたの3人だったしみたいな、それは多分 K-POP 勢の皆様のところでね、いい感じでやってたんでしょうし、山ちゃんも助かったでしょうね。はい、っていうことでございます。はい、いやいいですね、こういうレポートは。やっぱりあの今なかなか不安な状態ですから、こういう風にポジティブな話とか聞いて、それで気分も上げて、皆さんも自己肯定感もテンションも上げていければという風に思いますね。はい、というわけで皆さんのレポートを見させてもらいました。ネタバレしてなくてすごいですね、っていう感じでございます。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。
ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私、グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったら、またお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。